まあ暑さも、暑さ寒さも彼岸までって言ってね、もうお盆を過ぎると涼しくなるよっていう、まあそんな風に言われますけど、ここんとこは暑くてね、東京も暑いし、今桐生も暑いし、糸島も暑いしね、あの僕は暑いのが苦手なので、本当は軽井沢とかね、北海道とか、そういう涼しいところにお店を作ればいいのにね、どういうわけか暑いところ暑いところに作って、暑い暑いと文句言ってる日々ですけど、でもね、暑い割に何か秋を感じるね。今年は梅雨の時から、なんか季節っていうものをね、感じていて、梅雨明けするともう夏はほとんど残ってないんだっていう感覚がね、どういうことなんでしょうか。その、旧暦の手帳を使うようになったからなのか、地球暦を春分の日に聞いたからなのか、わからないけどね。なんかそんなような、気持ちがあって。なんかこう、もう秋だなっていう感じはあるね。桐生なんか行くと、もう栗の実もパンパンに大きくなってるしね。秋な感じでね、日陰に入ると、もう秋風が吹いて。まあ、と言ってもね、暑いけど、気づいたらもう8月の17日ってことで、もう今年も終わりだね。まあ、糸島の方のお店は11月の2日かな？文化の日にオープンするっていうことでね、今、着々と店の中は、今日あたりは塗装を、全部、ミカちゃんとジュンが行ってね、地元の子たちも手伝ってくれて、いよいよ向こうに新しいコミュニティができるのでお楽しみに。はい、ということで、今日の話題は、面白くないから集まらない。まあ、いろんなところでね、人を集めるようなことを、まあ、してますけど、人が集まるっていうのは、やっぱり、面白いから集まる、面白くないから集まらないっていう、まあ基本的なところはやっぱりあるよなって思うんですよね。まあ僕はカフェをやっていてね、カフェっていうのはお客さんが来なきゃ、まあ、始まらないわけで、お客さんを集める必要はあるわけでしょ。で、そのお客さんは例えば美味しいものが食べたい、体にいいものを取りたい、だけど、お金もね、いろんなお給料や何かを考えてみると、まあお酒にはお金はこのぐらい出すけど、コーヒーや何かはもうせいぜい出せて300円かなとか、まあそういう人もいるわけでね、まあもしかしたらそういう人が多いのかもしれないですね。まあなので、美味しいものが食べれて、感じも良くて、材料も安く、材料も良くて、さらに
お金なんかが安いといいねっていう。まあさらにね、店員の子は感じもよくって、なんか1時間に1回店員の子がなんか歌を歌うんだよねみたいな、それがなかなかよくってとかね、お客さんがなんか楽しそうに、丸ごとの肉をかじりついてんだよとかね、なんかこう楽しそう、行きたいっていうのってあると思うんですよ。だから面白いから集まるっていうのがやっぱり人間の基本だと思うんですよ。だから逆に面白くもないのに人が集まってるっていうのはどうなのかなって思うしね。いや、案外あそこは面白いから集まってんじゃないのかなっていうね。例えば、まあ病院なんか、まあ病院なんかにね、まあどんな田舎でも病院だけは立派だったりして。で、そこにね、人はやっぱり集まってるわけで、まあ病院に行くんだから、集ま、ね、面白いわけないでしょ、病人なんだから。そうとも限んないんだろうね。多分病院に行くと、それなりに先生が優しくしてくれるとか、話聞いてくれるとか、先生が愉快で面白いとか、まあ、お友達とそこで会えるとか、それでいて膝の痛みがちょっと楽になるとか、まあ何かしら面白いから集まってんじゃないかっていうふうに僕なんかは思いますね。まあお酒飲んで楽しいから集まる。まあなので、やっぱり集まらないっていうのは面白くないからなんだろう。まあみきこがまあいろんな神戸でやったり桐生でやったりまた糸島でやったりしますけど、これってまあどうやって集めていくか、まあ、どうやって集客していくかっていう課題っていうのはまああるわけだけどね。まあこれを戦略的にやればやるほど下手すると面白くない方に転がりがちっていうのかな。面白いから集まるんでしょっていうことって大事だと思うんですよ。だから集まってないのは、始皇帝に人が集まらないのは、それは始皇帝が面白くないからだろうねっていう。だからじゃあどうやって面白い、自分たちは面白いと思ってる。まあ東京のカフェが、まあ北関東のひなびた町のね、古民家を再生してカフェを作る。これ自分たちの文脈からすると、東京、銀座、渋谷、群馬県、桐生っていうところのコントラストはね、自分たちは面白い。だけどそこに住んでる人たちは、そのコントラストっていうのは当然ないわけでね。そこの町にいる人たちがそこの場所を面白い、いいと感じるのかっていう視点は絶対に必要だと思うんですよ。それはね、南国の人に雪を見せて楽しいけれど、北国の人に雪を見せてもね、それは大変だとしか思わないっていうように、だからじゃあ古民家のカフェを作ってね、それが面白いと思う、だから、人が集まる、面白くないから集まらないんだ、それをどうやって面白くしていくのかっていうことを、まあそこで集まるスタッフもお客さんもみんなで考えなきゃいけないですよね。で、このまあ面白いっていうのって
結局クリエイティビティなんじゃないかと思うんですよ。まあなんて言ったってクリエイトするっていう、まあ僕らはホスピタリティにも溢れてるし、まあ食べ物も美味しいし、でも食べ物も美味しくてホスピタリティに溢れてても商売にはならないんだろうなっていうのは僕は思うんですよ。まあそれはね、ホスピタリティに溢れてて清潔感があって美味しければそれに越したことはない。でもそうすればそれで値段を取ってもやっぱり面白い、これは発見だな、これは発明だなっていう、唯一無二だなっていうようなことを感じるところに人は集まるんでね。まあそれはなんていうの、カフェなのに連続ドラマ撮ってるとか、カフェなのに、まあ畑やってたとか、まあそういうところはとっても何これ面白いっていうことで、まあ人が集まるけどね。普通のカフェの部分だけで、まあ美味しくて店員が感じがいいっていうだけではね、やっぱりもう一つ決め手に欠けるのかなっていうふうには思うんですよね。で、まあその面白さ、まあクリエイティブっていうのは、まあ昨日の場作りの話でも言ったけれどね、この人のこういうとことこの人のこういうところを組み合わせるっていうことがまあ面白いっていう、やっぱり編集作業なんじゃないかと思うんですよ。全く新しいものっていうのを人はあんまり面白がらないからね。面白いっていうのは想定していたものがちょっとずれるから面白いんで、想定もできないものは面白いと感じられないっていうところがあると思うんですよ。うん。だからそういう意味では、例えば、大福だと思って食べたら中からイチゴが出てきた。何これ、イチゴじゃんけど案外美味しいねっていう。まあ今はもうイチゴ大福ですよって売っちゃってるから、それじゃダメでしょうね。本当は、どうぞって言って大福だと思って食べさせたら、実はいちご大福だったっていうところが面白いんでね。これどこで売ってるんですか？あそこです。だったら買いに行きたいですっていうことでね。まあ普通のパンだと思ったら中からカレーが出てくるとか、中からあんこが出てくるっていうこともそうだろうと思うしね。だから、すごく美味しいピザ屋さん、でもうこのピザは本当に美味しいって言ったとしてもね、面白くなければね、そのピザをもう一回行こうっていうふうにはならないっていう気がするのね。うん。それだけ、いろんなものはコモディティ化してるので、美味しいピザ屋さんってもうすぐ近くにまた美味しいピザ屋さんができちゃうっていうことがあったりね。いや、今冷凍のお取り寄せのピザを家でホットプレートやトースターで焼いたら十分美味しいよっていうようなことがあるとしたらね、自分のピザ屋さんが自分のピザ生地が美味しいってことにこだわっても、それってどれほどの価値があるのっていうことがあったりもするわけで、やっぱり何かしらの発明、何かと何かを組み合わせる、でまたそれをトライアンドエラーして続ける、こういうことがないとね、集まらないんじゃないのっていう気はする。だからその集まらない理由をね、お客が分かってないからだとか、宣伝してないからだとかっていう文脈ってあるんだけど、事実そういう側面はあると思いますよ。だけど例えば石の上にも3年お店を続けるには3年ぐらい
しないと軌道に乗らないっていうのはね、3年ぐらいかけて周知するっていうことじゃなくて、3年ぐらい試行錯誤してやっていかないと面白くならないんじゃないかっていう。だから店ができて、店で何かこう揃えてやっても、それは面白いということにならない。まあ少なくともその面白さで競争するっていうところに僕らはいるんであって、便利であるとか、まあ安いんだとか、まあこれするとなんか得するんだとかってそういうことじゃないわけだから、やっぱり人が集まってないっていうのは面白くないからなんだっていうことを肝に銘じなくちゃいけないなって、自戒の意味を込めて思いますね。あなたがいるその隣にはあなたを見てる誰かが、正直でいれば得をするのか、人は不安になり不正直になる、正義に従う得をするのか、称賛は得られてもバカを見るだけ、あなたがいるその隣にはあなたを見てる誰かが、あなたがいるその隣にはあなたがいる、それに得をするのか、人は不安になり不誠実になる、神はいるのか神はいないのか、目に見えぬ恐れに負け悪にすがる、あなた。